皆様に明確に説明をしなければならないことがあり、動画を撮らさせていただきました。しばらくの間、下地幹雄の話を聞いていただきたいと思います。よく下地幹雄といえば、政党を何度も何度も変わる、そのことが指摘されますが、私は自由民主党、国民新党、日本維新の会、この3つの政党に所属をさせていただきました。自由民主党を離党したのは、私が嘉手納統合を提案し、当時の野中幹事長に辺野古移設に賛成しなければ除名するというような話をいただき、自ら私は辺野古の海を埋め立てるのではなくて嘉手納に統合すべきだという強い信念を持って自民党を離党することになりました。国民新党は、皆さんお分かりのように、小泉総理の郵政民営化に反対した政党であります。そして民主党とともに政権を取り、郵政民営化改革法案を実現し、党の役割を終わり、国民新党はこの党として解散することになりました。そして私が沖縄で政党創造を作り、地方の政党の役割をこれから大きくしなければならないと考えて政治行動をしているときに、当時の大阪維新の会の橋本徹さんからお話をいただき、地方分権ローカル政党の時代、一緒になってやっていこうということで、大阪維新の会と創造が協定を結び、そして中央政党の中で日本維新の会が誕生し、私も地方物件で参加をすることになりました。そして日本維新の会を IR の問題で疑惑を持たれましたが、事実無根のことではありますが、日本維新の会を辞めざるを得ないようなことになったのです。皆さん、私が申し上げたいのは、この自由民主党、そして国民新党、日本維新の会、3党の大きな政治の役割を下地幹雄は果たしてきましたが、この政党を私が一つ一つ丁寧に時間を過ごしてきたことに、私は後悔したためしもないし、そしてそのことが間違いだとも思っておりません。自民党の中では対馬丸の発見をし、その役割を果たし、日本維新の会では政調会長として100本の私たちは議員立法を作成し、国民新党においては与党として沖縄の振興策、一括交付金、琉球大学の沖縄振興への明記など結果を残してまいりました。皆さん、私の政党が変わったということが政治的に大きな問題ではなく、一つ一つの政党で下地幹雄が何をしてきたのかということを皆さんに見ていただきたい、そう思います。そして政党が一つ一つ一つ変わることに、私にはちゃんとしたこの根拠があって変わっている、そのこともご理解いただければと思います。これからも私は政治家として、私に対して期待と希望、それを持ってオファーをしてくる政党があれば、その政党の中で私が政治がしっかりと
沖縄県民のために役割を果たせるという役割を見出すことができれば、またチャレンジしていきたいと思っています。どうか皆さん、下地幹雄の政党を変わるというんではなくて、政党ごとに下地幹雄が沖縄のために役割を果たしてきた、その視点を持っていただくことを期待をしております。沖縄ファースト、沖縄ラブで下地幹雄は政治家として頑張ってまいります。